スワローズファンの皆さん、こんばんは。本日もスワローズの話題について見ていきましょう。本日の動画は4月30日に行われたジャイアンツ戦を振り返ろうと思います。当チャンネルは今シーズンで登録者1万人を目指すスワローズファンが集まるチャンネルです。スワローズファンが楽しめるように試合の感想や戦力分析などの動画をアップしています。またリアルタイムでのライブ配信やリアルイベントなどスワローズファンの方々と交流していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編を見ていきましょう。1、試合の振り返り。まず試合結果は4対3と勝利することができました。これで2連勝を決め、カード勝ち越しが決定。前回の対戦カードのやり返しができました。今日の試合でも投手はビバインになっても粘り強くピッチングし、しっかりと打線は反撃してくれました。投打ともに粘り強くやるべきことを行い、相手へ流れを渡さない強いチームが行う戦い方ができていたように思えます。まずは投手陣から詳しく見ていきましょう。2、投手陣まとめ。まずは先発ロドリゲス。4イニングを投げ、被安打4、奪三振2つ、フォアボール4つ、2失点という結果となりました。今季初登板となったロドリゲスでしたが、4月27日に1イニングのみ2軍で登板しており、中2日での登板となりました。チーム事情もあるとは思いますが、初登板にしては厳しい登板感覚だったと思います。2失点してしまいましたが、4イニングで66球とよく投げてくれたと思います。ヤフーレが本日抹消となったため、再びヤフーレの登板となる時には抹消となってしまうかもしれませんが、チャンスをもう一度上げてほしいと思います。このままリリーフで投げても良いのではないでしょうか。2番手は星。3番手長谷川。星はロドリゲスの降板後、1.2 イニングを投げ、被安打に、奪三振1つ、フォアボール2つ、1失点でした。丸にホームランを浴びてしまいましたし、フォアボールも2つと決して良い時の星ではなかったと思います。しかしダラダラと行くことはなく、ホームランで失点した後も粘り強く投げてくれました。ピンチの場面となり、長谷川にスイッチ。フォアボールを1つ出してしまいましたが、長野をしっかり抑え、反撃ムードを呼び込みました。4番手は木澤。1イニングを投げ、被安打、フォアボール0、奪三振2つ、無失点という結果になりました。吉川から始まる3、4、5番という大事な回を任された木澤。岡本、坂本を連続三振を奪い、テレビで観戦していても雄たけびが聞こえるくらいの雄たけびが最高でした。大事な回を見事に最高に抑えてくれました。5番手はエスパーダ。1イニングを投げ、被安打1、フォアボール0、奪三振2つ、無失点という結果となりました。先頭バッターにツーベースを浴び、続くバッターに送りバントを決められ、ワンアウト三塁のピンチを迎えました。ここから門脇を三振に打ち取り、大城も三振と、ピンチを迎えてからの連続三振。めっちゃしびれました。ここまでピンチを迎えると打たれていましたが、悪い流れを断ち切る投手陣にいい雰囲気をもたらす登板だったと思います。6番手は石山。最終回を任され、1イニングを投げ、被安打1、フォアボール1、奪三振1つ、無失点という結果となりました。2アウトまでテンポよく奪いましたが、吉川にヒット、岡本はフォアボールでピンチを迎えます。坂本を凡打に打ち取り、無事1点差を逃げ切ってくれました。本当に大変な最終回でしたが、さすがのピッチングだったと思います。一発は打たれないように注意を払いつつ、いいコースにボールを投げるベテランらしいピッチング、最高でした。投手陣の総括としては、みんなよく投げてくれたと思います。結果して充実しているわけではありませんが、一人一人がしっかりと投げてくれているため、落ち着いた雰囲気がありますよね。投打ともにいい循環が起こってるような気がしますので、なんとか粘り強く、このまま我慢強く投げていってほしいと思います。
3、野手陣まとめ。ジャイアンツの先発は山崎。立ち上がりの3回には好調の中村、丸山がヒットでチャンスを作りましたが、今日スタメンの青木がゲッツーに打ち取られ無得点に終わりました。得点シーンとしては4回に村上がファーボールで出塁するとサンタナのあわやホームランという当たりで先制に成功しました。逆転された直後だった5回には増田と丸山の連打でチャンスを作り、青木がきっちり犠牲フライを放ち同点に追いつきました。再び逆転を許し追いかける展開となった7回、先頭バッターの西川がヒットで出塁し、丸山が送りバントでチャンスを作ります。青木、村上がフォアボールを選び満塁のチャンスでサンタナを迎えた場面、再び逆転となるタイムリーヒットを放ち4点目を獲得します。さらに山田哲人を迎える場面でいい当たりでしたが惜しくもアウトにされてしまい、反撃はここまでとなりました。しかしこの回、スワローズの好調を物語るように鮮やかで粘り強い攻撃だったと思います。8回には先頭の長岡がヒットで出塁すると中村が送りバントでチャンス拡大、続く西川、丸山は結果的に凡打となってしまいましたが、打席の内容はすごく良かったと思います。相手バッテリーへプレッシャーのかけれる攻撃だったと思いますし、相手へ流れを渡さない良い内容だったと思います。9回にはオスナ、岩田、山田がヒットで満塁を作り長岡を迎え、結果は凡打になりましたが、この回も粘り強くバッテリーへプレッシャーをかけれたと思います。野手陣の総括としては以前と好調をキープできていると思います。また粘り強さが出てきているのを感じており、ビハインドの場面でもなんとか得点を返せていく雰囲気があるように感じます。得点できるチャンスは各回にあったと思いますが、凡打に終わっても相手へ流れを渡さないような攻撃ができていると思います。頼もしい打線が戻ってきたと言ってもいいのではないでしょうか。4、総括。これでジャイアンツとは2勝2敗2連勝でカード勝ち越しを決めました。2試合連続で打線は2桁安打を決めており、本当に打線は好調を維持してくれています。投手陣は粘り強く投げれており、長谷川の踏ん張りやエスパーダの勝ちパターンでの登板など、今後も頼もしい材料が生まれつつあります。長谷川については、今季初勝利でした。おめでとうございます。雨で流れてしまったため、9連戦が初戦になりましたが、4勝3敗となっています。明日勝てば、今季初の3連勝と勢いに乗れるため、なんとか明日も投打が噛み合った試合をしたいと思います。明日の先発は吉村と赤星です。明日も最高の試合で勝てるように応援しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。